こちら津波によって押し倒されたものがそのままになっています。そしてあちら津波が2階の天井近くまで来ていたことが分かります。当時の状況が至る所にそのまま残されていますね。震災遺構として保存されている宮城県山元町の中浜小学校には今日全国各地から見学者が訪れていました。仕事でこっちの方まで来る用事がありまして、せっかくなんでこっちの方も見学してちょっとどんな感じかっていうのを自分で身をもって体験したかったんで。すごかったんだな、津波が。すごく大変だなと。この子はまだその震災の時は生まれてなかったんですよ。タイムリーには分かんないと思うんですけど、こういうことがあったんだよっていうことを少しでも覚えていれば、2011年3月11日、巨大津波は海からおよそ400メートルに立つ中浜小学校にも押し寄せました。大きな建物は原型をとどめていますが、その周りにおそらくあったであろう住宅、そして道路などは完全に水没してしまっています。津波は2階建て校舎の2階の天井まで達したものの、児童ら90人は全員無事。その命を守ったのは震災前日のある行動でした。卒業生とか保護者とか、当時の校長井上武さんです。流木も、流木もそうですね、流れてきてるんですね、はい、海岸に、生えていた松の木だと思います、はい、机、椅子、下駄箱なんかもここにあって、そうですね、ここが校舎に入ってきた瓦礫も一緒にいろんな津波が合わさってる場所ですね。津波の爪痕は校舎の2階にも。入ってきた波が壁に当たって真上に上がって、でそれでこの壁は落ちてます。2階が完全に水没をしているという状況ですね。だから2階にいたら全員助からなかった。あの日小学校にいたのは児童や教職員、近所の住民ら合わせて90人。井上さんはこの全員を屋上に避難させることを決断したのです。で当日の判断、やっぱりマニュアル通りでなくて、大事なのは日頃のからの備え、そういうものがいろいろ合わさって我々は屋上に上がってきた。これは震災前の中浜小学校の避難マニュアルです。津波の時は内陸の中学校に避難することが書かれていて、井上さんはマニュアルとは異なる決断を下したことになります。後押しになったのは3月9日に発生した三陸沖を震源とした地震です。これを受けて3月10日当時校長だった井上さんや教頭らで避難マニュアルを再確認。内陸の中学校まで徒歩で最低でも20分は必要との注釈を読み、避難が間に合わない恐れを考えたといいます。安全な場所は20分かかるというのは絶対大事なことなんですね、はい、津波の場合には来たら突然来るので、時間がもしなかったら上に上がる、うん、あれば内陸に。井上さんらは津波の到達予想時刻をもとに臨機応変に避難先を判断することを決めて、それを教職員の間で共有。同じく3月10日に開いた
臨時の全校聴会で児童にも呼びかけました。9日の時に子どもたちの中で防災頭巾かぶってなかった子が何人かいたので、今度また大きな地震があるかもしれないから防災頭巾をかぶりましょうねっていう話をしたんですね。で、その話を子どもたち真剣に聞いてくれてました。そして迎えた震災当日の3月11日。大きな揺れの直後に大津波警報が発表され、津波の到達予想時刻は10分後でした。井上さんは即座に屋上に上がることを選択。教職員や児童らに混乱はなく、スムーズに避難が完了。自衛隊によって無事救出されたのです。震災の前日を振り返って重要だったのは、の打ち合わせ、時間が基準、それから臨時聴会を開いて、そしてみんなが情報共有して危機感が多少上がった、小さな備えの積み重ねというのがとっても大事になるんでじゃないでしょうか。あの時感じなかったですけど、今ももっと本当に急だったんだろうなって思うんです。屋上に避難して助かった児童の一人、鈴木俊樹さん。震災当時は小学6年生でした。あの日児童らはこの屋上の屋根裏倉庫で一夜を過ごしました。鈴木さんは当時どちらにいらっしゃったんですか？自分はそっちのこの青いあれボックスのその隣にいた感じですね、はい。今思えば確かにこの屋上に逃げないで多分歩いて避難してたら自分たちどうなってたんだろうとか、まあ、考えたことはありますね。東日本大震災から明日で13年になります。鈴木さんのあのお家はどの辺だったんですか？と今ハウスが建ってるそっち側のとこになるんですけど、はい、もうここら辺も全部家とかほとんどだったんですけど、はい、本当に寂しくなったなって感じですね。山本町では震災を境に人口の流出が進み、過疎化が深刻になっています。町に残り漁師の道を歩んでいる鈴木さん。早く一人前になって地域の復興を下支えしたいと言います。やっぱりあの津波で助かったからこそ新たにやっぱりいろんなことに挑戦したいなっていうのも出てきて、多くの人たちにその魚を取って食べてもらいたいっていう思いもあるし、漁師も減ってってるんで新たに漁師やりたいっていうその人が増えてきたらいいなって自分は思います。今年は元日に石川県の能登半島で最大震度7の地震が発生。2月下旬からは千葉県東方沖で地震活動が活発化するなど、より一層の備えが必要になっています。ここの校舎を4つの大きな津波が突き抜けていくんですが、津波が抜けるごとに井上さんは定年退職後に語り部となり、全国から訪れる人たちに事前の備えの大切さを伝え続けています。災害に対する備えというのは起きてからでは備えになりません。これからいつ1分後に大きな地震があるかどうかというのは今日だってわからない。能登地震で大きな被害を受けた酒蔵に支援の手を差し伸べたのは、13年前同じ経験をした宮城の酒蔵です。宮城県も震災で被害を受け、どうやってこう立ち直ってきたかっていうところも何か少しでもお役に立てればなと思って。いただきます。東日本大震災から13年、能登とつながる。
3月11日月曜午後1時50分。